イニゴデラセルナ・エルナイスは、スペイン・ビスカヤ県ビルバオ出身の政治家。国民党所属。2007年から2016年まで、サンタンデール市長を務めた。2016年から2018年まで、スペイン政府第2次ラホイ内閣で、官僚大臣を務めた。1971年に、ビスカヤ県ビルバオに生まれたが、その後の人生の大部分を、 カンタブリア州サンタンデールで暮らしている。サンタンデールのサンアグスティン学院で学び、アメリカ合衆国オハイオ州で交換留学生として大学オリエンテーションコースを過ごした。その後は地元のカンタブリア大学土木工学校で学び、土木工学の学位を取得した。大学卒業後にはエンジニアとして働いた。1999年には、 カンタブリア州政府環境評議会の主任に任命された。2003年にはサンタンデール市環境、水道、海岸部門に勤務し、同年のサンタンデール市議会議員選挙で当選した。2004年には国民党カンタブリア州支部の副支部長に選出された。サンタンデール市長2007年のサンタンデール市議会議員選挙には候補者名簿筆頭として望んで当選した。 国民党は27議席のうち、過半数の15議席を獲得し、36歳のデラ、セルナがサンタンデール市長に選出された。1995年に30歳でトレド市長に当選したアグスティン・コンデに続いて、県との自治体としては、歴代2番目の若さで就任した市長となった。二千十一年のサンタンデール市議会議員選挙でも、候補者名簿筆頭として臨み、 国民党は27議席のうち、過半数の18議席を獲得。デラセルナは市長に再選された。デラセルナはサンタンデールのスマートシティ化を進め、中心市街地へのボティン芸術文化センターの建設にも取り組んだ。2012年7月にはスペイン地方自治体連盟の代表に選出された。2015年のサンタンデール市議会議員選挙でも、 候補者名簿筆頭として臨み、国民党は27議席のうち13議席を獲得に終わったが、他政党との合意のおかげで出らせるなは主張に再選された。この年の地方自治体議会議員選挙では、国民党の凋落が著しく、サンタンデールで国民党が得た40%という得票率は、県との自治体としては最も高かった。 2015年6月には欧州自地帯地域協議会の会長に選出された。スペイン政府官僚大臣2016年11月4日にはスペイン政府第二次ラホイ内閣の官僚大臣に就任した。デラセルナは2013年7月に起こったサンティアゴでコンポステイラ列車脱線事故の議会内、総裁委員会の設置を指示してしたが、官僚大臣就任後には、 捜査委員会の設置を拒否した。ありがとうございます。